Max の1700から乗り換えさん。これどこのバイク？これはレッドバロン。レッドバロンのやつ。今修理、あの VMAX 修理出してるのね。それの台車やね、うん、結構格好よろしょまんねえこれ。カメラで撮ったらサビとかあんま映れへんのかな。うん、割と、うん、汚いとこあんま映れへん。一応やっぱ貸してくれる車やから、バイクやからちゃんと整備屋さんね。そうか、うん、チェーンもちゃんとしてるし、タイヤも山十分あるし、三河ナンバーマフラー錆びてんな。ホンダのこの白赤のあの、ことぶきカラーでもう、これ撮ってた、あの、あそこあるやん、あの、堺の三原のあの、カレー屋さん知らん？あ、知らない、うん、あそこはあの、来た、あの、バイクの行くとこで、そう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 、はいね、あそこ来たお客さんのバイク全部撮影してね、はいはいはい、なんかそれ、なんか思い出して、俺もそんなんやな。乗り心地どんなもんですかね。あの、街乗り最高ですね。ああ。ツーリングは辛いな。うん。ま、普段乗ってるの1700やからね。うん、こっちだいぶ車重軽いし、あの、コンパクトやからね。うん、なんか聞くところによると、なんか、1万3000回って勝ちます。むちゃくちゃ気持ちいい。自分のバイクではできないことだ。借りもんや思って、むちゃくちゃ。一応、あんまり掃除はしてないけど、整備はちゃんとね、手入れしてくるから。シートネさん見てもいいですか？はい、シートの下というか中見てもいいですか？はい、汚いよ。あ、ちゃんとあれやね、物入れか、うん、うん、工具は工具であるし、あ、ほんま工具工具、ちゃんとあれやね、あの、ロック、あの、鎖もちゃんとあんの、うん、ガソリンもちょっと、キャップもちょっと上げてもらって。これ満タン。どっかやったとこ。ああ、そうだ。そうそうね。あの、ベイマックスの修理出来上がったからで、飛んでいったら、まだ直ってなかった。一応満タン返しになってる。そうです。レンタカーです。うん。ありがとうございます。YouTube にアップしよう。うわ。さすがベテランライダーやね。もう手袋とヘルメットつけるのがもう自然体でめちゃくちゃ絵になってるね。よいしょよいしょ。気をつけて。